皆さんこんにちは、松戸中国料理伝統のひろたでございます。今日はですね、レシピ、お店の店頭でお配りしているレシピの3番の五目チャーハンを、皆さんにお教えしたいと思います。まあ、チャーハンというとですね、家庭ではちょっとうまくパラパラにできないとか、火力が弱いからとか、まあ、いろんなことがあるんですけど、まあ、家庭でもこうやったら、お店のチャーハンに近づけるような作り方ですよっていうポイントだったりとかですね、今日は具材も切るところも、お見せしようと思ってますので、そんなところことも皆さんに、知っていただきながら美味しいチャーハンの作り方、皆さんに伝授したいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、食材の紹介と、食材を切っていくところをやっていきたいと思います。これうちの店頭でですね、レシピをお配りしてますんで、もう当然 YouTube の、ページからも見れるんですけど、もしお店に来てレシピ欲しいよって言ったら、レシピ取りに来るだけでも差し上げますんで、ぜひ、参考にしてください。まあ、こういうふうに、分かりやすいレシピになってますね。で、今日はですね、レシピ通りに行きますんで、まず食材の紹介をしていきたいと思います。まずですね、ご飯ですね。レシピにはちょっと固めに炊く。お店ではですね、チャーハンのご飯と普通のライス、まあ、要するに、ライスください、麻婆ライスください、そのライス、これ炊き分けてます。固めに炊かないとやっぱり多めに作るチャーハンとかでちょっとプロでもうまくいかないんで、固めに、水を少なめにして固めに炊くんですけど、今日はあえて、皆さんがもうこのまま食べても麻婆豆腐かけたら美味しいよっていう普通に炊いたご飯を使って五目チャーハンを作ってまいります。それで、今日はですね、このエビですね、エビ、バナメイシのむきエビ、あとベニズワイガニのフレークをたっぷり入れたいと思います。あとは、ちょっと手に入りやすいロースアームですね、まあ、スライスになってるやつ、これも、入れようと思います。あと青みはですね、今日は、季節の季節インゲンを用意しますので、これも後で切り揃えて具材に使っていきます。あと、長ネギですね、長ネギ、あと、溶き卵、これも、まあ、チャーハンのポイントになりますので、あとでちょっとチャーハンと溶き卵 の合わせ方もポイントとしてやっていきます。で、味付けはですね、非常にシンプルになってます。ちょっと、お米を蒸らすためにお酒使います。あとお塩ですね、お塩で、お醤油で、うまみにオイスターソース、あとホワイトペッパー、これで味をつけていきたいと思います。それではですね、まず、食材を切り揃えていきます。どうしようかな、まずじゃあロースハムからいきましょうかね。まな板が汚れない順にいきたいと思います。まあ、ロースハムはですね、まあ、チャーハンの具なんで、ちょっとまあこれぐらいに、こういうふうに切ったらですね、今度は、これを、まあ、ちょっと粗めのみじん切りっていうんですかね、こんな形で、お椀に散るように。で、大体ロースハムの大きさが決まったら、これのロースハムの大きさに合わせて他の食材も切り揃えていきたいと思います。次はじゃあインゲンいきます。まあ、インゲンはですね、ヘタを両方取りまして、ちょっとですね、こういうふうに斜めの粗みじんにしていこうと思います。で、青みと、あとインゲンは食感もありますのでね、チャーハンに入れたいと思います。次はですね、じゃあ長ネギのみじん切りいきますかね。長ネギのみじん切りは、まあ、こんな形でちょっとペティナイフで、こう筋を入れてもらって、
で筋を入れてもらって、これをみじん切りにしていきます。あとはエビですね。エビちょっと大きめのむきエビなんですけど、背からこう二つに。チャーハンもですね、まあいろいろ今日はなんかそんなに季節感が五目チャーハンなんで季節感があんまり、ないスタンダードな具材で作りますけど、まあこういうチャーハンなんか逆に季節感もすごく出しやすくなりますんで、まあ例えばインゲンをこう1月とか新春だったら菜の花に変えてみるとか、まあいろんなアスパラガス、春先だったらアスパラガスとかですね、そういうの入れても美味しいですし。今お店でやってるのは秋なんで、サンマ、秋のサンマですね。それオーブンで焼いてほぐしにして大葉とみょうがのチャーハンとか、そんな形でいろんな季節をこう出すにはもってこいの、料理なんで、ぜひそんなアイデアも皆さんの中であればなんかいろいろコメントいただいてなんかまた作ってみたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。食材切り終わったんで、こういう形になります。はい。それでは、五目チャーハン作ってまいります。はい。それでは、材料も切り揃えて調味料も用意できたんで、五目チャーハン作ってまいります。まずはですね、ご家庭でやるんで、お店だと、火入れとかはね、油通ししたりとか、が一番多いんですけど、まあ、ご家庭でやるレシピなんで、今日は、このむきエビと、インゲンはね、ただ炒めるだけじゃちょっと火が入らないんで、湯通しして下処理したいと思います。じゃあまず、そうですね、インゲンから火が入りづらい方から入れます。沸かしたお湯の中に。まあ、またお米に入れて炒めるんで、まあ、そんなにがっつり、ボイルしなくていいと思うんですけど、多少生仕上がって生じゃあれなんで、下処理をここでしたいと思います。はい、これぐらいまでした火入れしたらザルに焼きたいと思います。そしたらですね、チャーハン作っていきます。チタニウムコーティングのニトリの鍋なんで、もうチャーハンにはバッチリというか全然焦げつかないんで、すぐに作れると思います。それではちょっと油を垂らしてですね、馴染ませたらに卵を入れていきます。卵はですね、ちょっとこれぐらい半熟の状態でここは入れます。
めのご飯じゃなくて、普通に炊いて美味しい、食べて美味しいご飯なんで、ちょっとこう卵をこうなじましたんですね。結局固めのご飯と柔らかいご飯っていうのは、当然お米に含まれる水分量が違うわけですよね。だから柔らかいご飯をやるとき、あんまりこうやって鍋を返すとですね、こうお米の温度がやっと上がって水分が蒸発するところまで行くのにまた温度が下がっちゃうんで、なるべくあんまりこう返さないようにお米と卵を混ぜてあげるのがいいと思います。こんな感じで、なんすかね、チヂミ作るみたいな感じで、こういうふうにご飯やって、ある程度パチ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 言ったらこれを返したり、でまたこういうふうになじましたら、こう全体にこうお米が鍋肌について温度が上がって水分が上がるぐらいになるように炒めると、家庭でも美味しくチャーハンが作れる要素が生まれてくると思います。でよく、チャーハンはですね、あ、チャーハンの卵はですね、細かく散らしてください。こんな形で。はい。だいぶご飯の温度も上がってきました。そしたら一旦止めてですね、ここに先ほどボイルしたエビとインゲン、よくお湯切って入れます。で、ベニズワイガニのフレーク、これもたっぷり入れます。で、ローサンですね。そしたらこれまた火つけて、今度は具材が、チャーに混ぜ、もう綺麗な色になって、美味しそうな色になってっていう感じですよね。で、ご飯のダマがないようになるべく、ちょっと白っぽいところは潰してあげてください。そしたらだいぶ具材にも火が入って色が鮮やかになってまいりました。そしたらここでまた火を止めていただいて、先ほど切ったおネギ加えます。そしたらですね、ここにまずお塩。で、お醤油ですね、お醤油。で、オイスターソース。酒だけ残してこの状態にします。そしたらですね、また火を入れて、火をつけて味を満遍なくするようにやっていきたいと思います。また醤油の色が入ると、また美味しそうな香りと色と、
あら、結構パラパラに仕上がってますね。そしたらまたこういうふうに、こういう鍋を返したところでさっとこういうのを食べて、これでこれをまた上に置けたり、そうするとほぐれて、あらら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 、もうたまんないっすね、これ。またこの上からちょっとお酢をつけてあげて、五目ちゃんの完成です。はい、それでは実食してまいります。これがまた、あの具材の色とりどりとですね、あのこのまたザーサイがすごくチャーハンに合うんですよね。これあの絶賛お持ち帰りで発売してますんで、でこの緑色ザーサイもよろしくお願いします。それでは食べたいと思います。食べます。あらら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 、あら、これやばいっすね。これ120点満点時間差さん、おいしいんだ。これもうおいしすぎてですね、今目の前で撮影してるしげじいに一口食べさせたくなっちゃいました。一口食べてください。美味しいチャーハン出来上がりますので、ぜひ試してください。今日もご視聴ありがとうございました。